ここは突っ張って出るのか。長嶋大輔の上昇に対しての突っ張り先行は地元の北井勇気、バントは同県の松坂、地元援護は北海道の大森圭一、宿口陽一4番手をキープ。そして同県の久木原に長嶋大輔は現在6番手、一方柴崎は8番手に置かれる展開でバックストレッチ。北井勇気風を切ってジャンが入りました。さあ早くもスパート、北井勇気絶好の展開ものにできるが、同県の松坂洋平、地元コンビワンツー決着狙う中、中段から宿口陽一がまくっていく。松坂洋平が番手から宿口を牽制、そして後方からは柴崎も動いて最終バックストレッチ。先頭北井勇気、宿口は止められ交代、番手の松坂が差を詰める。そして柴崎のまくり、4コーナーから直線は番手の松坂抜け出してゴールイン。しかし静岡の大石健志、前受けから石塚凛太郎を突っ張って出ました。4コーナーカーブを出ると左前方に赤番を目にします。さあ前受けからの突っ張り先行は大石健志、インコースすり込んで稲吉優太、番手線に名乗りを上げ大森圭一をさばいていくか。しかし大森ここは死守していきたいところ。さあ先頭は7番の大石健志、その行為をめぐってのマーク戦、インコース稲吉、アウトは大森です。一方石塚凛太郎、果たして後方から巻き返しになるかどうか。さあ最終回に入った。先頭7番の大石健志、番手を死守した2番の大森圭一に続く5番の河野光が東日本勢上位独占になるか。さあ赤の勝負区、石塚凛太郎のまくりが4番手、そして3番手まで迫る。最終2セッター、先頭大石、大石が逃げる、番手の大森に石塚、河野が迫ってきたが勝ったのは2番車大森圭一。2センターから4コーナーのカーブ、抑えた脇本をさらに切っていく地元の川越優勢。さあ川越先頭に出て赤番を通過、大きく落車点灯、6番4番選手岐阜の2人が落車点灯。先頭は現在地元の川越優勢、2番手は大塚明、そして外並走から迫る9番の久田優也であります。さあ打掌なき新センターから4コーナー、川越優勢を叩き切った9番の久田、追いかける川越優勢、そして2番の大塚に、さあ7番車長嶋大輔のロングワークリを8番の川越がブロック。最終回のバックステッチ、現在先頭は久田優也、2番手川越、川越2番手、長嶋苦しいか、外並走、最終2センターから4コーナー、先頭9番の久田から中を割ってきたのは黒の勝負区、2番の大塚迫って、内田と並んでのゴールは久田か大塚か。さあ伊藤がまず動いてきた3コーナーか2センター、しかし前受けの期待ペースを上げていきますが、強引に伊藤慎が叩いていきます。赤番を通過、しかし北井勇気が抵抗して突っ張り切るか。伊藤慎、北井勇気、早くもこの両者もがき合う展開でジャンが入った3コーナー、先頭1番の北井勇気、6番の伊藤慎は残念ながら交代。さあ突っ張り切った1番の北井勇気、番手絶好の展開は松坂洋平、3番手は堤博士、ライトの上位独占なるか。さあ4番手から山本勝利が一発を見せる、松坂洋平が抵抗してバックストレッチから3コーナー、先頭1番の北井勇気、山本は失速、オート落車デッド、落車デッド、先頭1番の北井、同県の松坂が懸命に差を詰めて内外と並んでのゴールイン、松坂かわしたか。
そして宿口4番手、短期の3人は後方のまま、早くも北井勇気、自ら誘導員をかわしました。2センターから4コーナーのカーブ、残り2周、北井勇気先頭で赤番を通過していきます。番手は同県の大塚明、3番手大森圭一、宿口4番手で様子見、一方山本柴崎、久田優也、短期の3人は後方のまま、打掌なぎし2センターから4コーナー、北井勇気先頭でいよいよファイナルラップに突入。番手は大塚、そして5番の宿口が4番手からまくっていく。さあ大塚止めれるか。最終回のバックストレッチ、先頭1番地元の北井勇気、5番の宿口に大塚がブロック、そして9番の山本も来た。4コーナーから直線、1番の北井勇気を5番の宿口がまくり切りました。Thank you.